黒潮丸は、関西汽船が運航していたろう、ろうが客船。後に、フェリーに改造され、来る島7として就航した。沖縄の本土復帰を控えた1969年初頭より、沖縄航路への新船投入のプロジェクトチームを編成し、林建造船、下野関造船所で建造され、1971年8月に沖縄航路に就航した。従来の、 沖ノ島丸で神戸な破間46時間の所要時間を当時国内最高の高快速力23ノットを持つ元船の投入で31時間と大幅な短縮とし、ウィークリーサービスを可能とした。フェリー黒潮の就航により、1978年3月に軽船された後、シ島ドックに売却された。その後、カーフェリーに改装され、 来島ナと改名、改めて関西汽船が要請した。1984年1月、マヤマルの大船として別府航路に就航した。1990年11月、サンフラワー、サンフラワーにクイーンフラワーにフェリー黒潮と合わせて22億5000万円で来島港産から関西汽船に売却された。1995年2月、 フィリピンのアボイティーズ・インクに売却され、アワーレディオ・ブリパとして、スーパーフェリーで運行された。沖縄航路別府航路スーパー、フェリー半身から一晩での沖縄に到着可能な、速力や5000トン級の総トン、旅客数1200名、コンテナパレットの採用による200時間の短縮と運航回転率の向上を目標とした。ローロー下客船として建造され、 車両構想は行わないものの、船尾のランプからロールオンドールオフ方式で二役ができるようになっていた。また、全部デッキには能力コトンのデリックブーム2本、後部デッキにはデッキクレーム1機を装備していた。船内は従来の一等専用ラウンジダイニングルームを廃止し、公室を全室の40%、有効面積を3倍以上とし、 家族連れやグループ客を想定した二等室の面積を5倍拡大した。貨物積載については、前層はデリックによるリフトオフに役、後層はクレーンと共に2つ折りのランプウェイを設けろ。老二役を可能とし、冷凍層100平米や冷凍コンテナ用電源、客室と隔離された家畜専用層も設けられた。黒潮丸時代黒潮丸時代。ありがとうございます。